この方向に。これ。で、これ板がらしてあげて、で、この全ての揺れがここに集まってくるんだね。確かに遠くない。で、鼻通った。左。深呼吸してみて。角度でこの方向ね。で、ここ触ってるから間違いないのよ。ちょっと軽く押してあげて、ここキュッて。この上からこの方向に。これ。で、これ板がらしてあげて、で、この状態で、で、揉んじゃダメなんですよ。で、この状態で、これもう触れるだけ。もっと力抜いて、触れるだけ。触る。で、くるくる回すだけ。そうすると、くるくるって回すと、ここが動いてるの分かるよね。この中が、この中が動いてるのが分かるね。紐あるじゃん、紐。なんか紐があって、ここに缶があるわけよ。で、これを強く押さえちゃうと、で、ぐるぐるって回すとさ、この手前が動いちゃうじゃん。で、これ軽く触ってくるくるってやると一番、中が、このワイヤーが一番揺れるのどこって言ったら、ここなんですよ。すべての揺れがここに集まってくるのね。わかるよね、こっちの指ちょっとして、でそのまま場所移しちゃだ、こっちの指で軽く触れて、軽く触れるとこれめっちゃ揺れるわけよ。でもグッと押さえると全然揺れないわけ。で離しちゃうと当然ものすごく弱くしてるとこの全体の揺れがここに来るわけね。ということはこれでこうするとね、この揺れが全部ここに来るわけ。そうすると押してみて、ここして、痛くないでしょ。ああ、確かに痛くない。で、鼻通ったでしょ。ああ。左へ。深呼吸してみて。ちょっと呼吸の仕方。鼻通ったよね。ね、実際そうでしょ。あ、痛くない。痛くないし、鼻も通るんですよ。ここかな。でこれはもうダランとした状態でいいので、寝てるときはここでいいけど、これこうダランとして、でこれでゆらゆらゆらってやって、この揺れを感じてあげる。でこれで、もう花粉の季節が始まっちゃってるから遅いんですよ。で今だけはこれがいいんだけど、いい時にやっておくと花粉が発症しないのね。じゃあずっとやってたら、そう揉まない。みんなね、みんなすぐ揉んじゃうの。揉んじゃう。グイグイって。鎖骨のいいよ、ちゃんと顔隠すから。鎖骨、胸鎖関節、胸骨と鎖骨の関節の下にこのくぼみがあるので、ここを押すと痛いんですよ。すごく。花粉症の人は。花粉症の人はね。でない人はさっきね。痛くなかった。まみちゃんやって痛くないように聞く前にやっても、でもし花粉症なくてもハウスダストとか鼻炎とか、あと疲れが溜まってるとここ痛いです。でここはリンパ管の一番元があるところなので、リンパ管が大きなリンパ管がここで静脈に吻合する。でここの筋肉の動きによって、こう手を動かすと これが鎖骨が動くわけよ。で前回しだとあんまり動かないです。自分で触ってみて。これで前回しだとあんまり動かないんだけど、後ろ回しだと鎖骨がよく動くの。後ろに。で後ろ回しをくるくるくるってやってあげると、グッと押しても痛くなくなって、鼻が通るようになる。でこれ喘息にもいいです。喘息にもいいので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。